はい、山田でございます。免税店の店長をやらせていただいております。まあ、だからね、女性の仕事を含め、えー、仕事がなくなってくるってのはちょっと怖いですな。こう、僕みたいに仕事、どんな仕事でも頑張れるというか、仕事してないと生きていけないみたいなタイプは、ちょっと嫌ですな。仕事何なんでもいいから、与えてほしいですなあ。どうなっちゃうんだろうね。 で、こうやってね、求人活動はやらせていただいておりますけれども、どちらかと言ったら、お仕事の魅力で、あのー、宣伝したいんですよね。だから、こう、仕事がなくなるから、怖いから面接してやった方がいいですよ、みたいなのは、できる限り、あのー、まあ、言いたくないというか、あんまり、気、気ご、心地が良くないじゃないですか。あのー、恐怖、恐怖で、 え、何、宣伝するっていうのは気心地よくないから、あんまりや、やってないんですけども、えー、良さでね、あのー、伝えたいっていうね、やりがいで伝えたいっていうふうに思ってるんですが、えー、でも怖いっすよね、仕事なくなると、なると。で、だからさっき言いましたけども、あのー、セラピストさんの仕事はなくならないんだけどね、これ間違いなくなくならないです。癒しの仕事でね、人肌で、 え、癒す。えー、手で、人間の手で癒すっていうのが、やっぱりこれはなくなりようがないので大丈夫なんですが、自分で話しててね、あ、店長はいらなくなるかもなって思ってね。<laughs> これは怖いですよね。私らは怖いですよね。で、まあ、まあ、万が一もなくなったら、でも研修は、研修はするか。研修要因ぐらいになるのかな。 でも、そんなのもネットで学べるようになるかもしれんしな。うん。怖いわね。でもそ、まあ、そうなったら、まあ、さすがに、まあ、あの、仕事がなくなったらっていうだけではなくて、まあ、僕の努力不足で、えー、まあ、首を切られるとかね、例えば。そういうのとかもある可能性もあるしね。そうなったらもう、えー、私は、 もう引きこもりというかね、引きこもり生活に入りますので、えー、ご,ご安心ください。<laughs> どうい、もう田舎でちょっとね、もう誰とも会わない環境で、えー、引きこもりますのでね。あの、<laughs> 大丈夫です、それは、うん。まあね、どうなっちゃうんでしょうか。で、まあ話は変わりますけれども、えー、っと、 昨日またちょっと依頼されてちょっとだけ潜入に入ってきましたね。で、えーと、急に、まあそこそこご指名率があった方が急にご指名率が低くなったと。えー、で、あのー、ちょっとどうかなということで、あのー、潜入にね。もう潜入の話はしましたよね。あの、依頼されて、えー、タテンさんの お客様として、あの、伺うでまあ確認するというやつですね。で、えー、ご、まあ、ご指名率っていうのは、その日、その月のお店の状況とか、あの、月とかにもよるし、あのー、ご新規様が入りやすい時期っていうのは、もちろん、えー、リピーターさんが、様がね、えー、入り、入れなかったりとかすることもある。まあ、実際は、あのー、 リピーター様からご予約が入ってしまう、まあ入ってしまうというか、入る、入りがちなので、えー、当日にかけてきた新規さん、ご新規さんが入りにくいっていうパターンもあるんですけども、まあ、あの、とにかく、あの、<laughs> すいませんね、周りくどい。あの、えー、急に落ちるっていう、ご指名率が急に落ちるっていうのは、まあちょっと何かあるかなって思うっていうのは、あの、わかりますよね。えー、例えば、あ 慣れてきて、えー、適当になってきたとかね、えー。例えば何かが要因でモチベーションが上がってなくて、それが施術接客に出ちゃっているとか。えー、まあ何か原因があることが多いんですよね。えーえー、まあ、なので、まあ、店長さんね、心配してちょっとお願いできますかということだったので、行ってまいりました。えー、まあでもね、あの、一生懸命さがあって、まあ結論から言いますか。 結論から言うと、あの、問題はなかったです。そのモチベーションとか、そのやる気なくしたとか、そういうことではなかったんですが、あの、なんつうのかな、施術がプ、プツプツプツと切れがち。だから、一個一個はいいんですけれども、一個一個はすごくあ、いい接客、いい施術しているんですが、やっぱりオイルマッサージで、その、90分なら90分、120分なら120分、まあ、ずっと一連に、 えー、癒されたいじゃないですか。これは、あの、わがままでもある、かもしれない <laughs> っていうか、でも技術高いセラピストさんが増えてきてるってことだよね。うん、もう、スタートから終わりまで、えー、常に包み込まれてるような感じ、えー、がやっぱりいいじゃないですか。もう余計なこと考えずに、えー、ずっともう目つぶってても、なんか癒されてる感じ、えー、っていいじゃないですか。えー、それが、あのー、一個一個はいいんだけど、 うーん一個一個の施術が終わってまた次の場所施術するときにプツップツッと切れてる感じがするというね。えー、いう感じでしたね。だからもったいないなって、やる気がないとか、そういうことではなかったので、あの、一生懸命その癒そうとしてくれたりね、会話も盛り上げようとしてくれたりとか、えー、 なのですごく能力の高いセラピストさんだとは思いましたけれども、えー、もったいないのはそこかなだからあのー、頑張りとかね一生懸命そう入ってもなんかそのトータル的な,なんか満足感はてちょっと低下しちゃうだから何て言うのかな、うん、完成度は一個一個は能力高いのに完成度は低いみたいな。 うん、そういうもったいないパターンでしたね。でね、あの、今日なんでこの音声を上げようかと思ったのは、あの、やっぱりね、あの、そういう能力はあるのに、一生懸命やっているにもかかわらず、えー、何かその結果として見えてこないっていうセラピストマンがいたならばね、えー、それはやっぱりね、お店の責任ですな。うん、それはね、お店の責任。だから、あの、店長さん依頼して、 いただいてね。<laughs> よかったというかね。あのー、そういう指導というか、状況をつかむ。そして指導していく。指導って言ったら偉らそうか。アドバイスしていくっていうのが、お店の一生懸命さですよね、それは。うんなので、一生懸命、セラピストさんのね、えー、努力や一生懸命さがなくて、えー、または決められたことをやっていなくてとか。 えー、で、ご指名が取れないっていうのはセラピストさんの責任でもあったりするんだけど、一生懸命やってて指名が取れないとか、えー、っていうのはやっぱ店の、責任ですな、と僕は思ってます。うん、なので、そのセラピストさんの一生懸命さは、 を無駄にしちゃってるというかね、えー、気づかないとかね、えー、そのまま放置しちゃっているというのは、えー、もったいないことじゃないですか。一生懸命施術を癒そうと思って取り組んでるけれども、うん、っていうのは。で、えー、プツップツッって切れるっていうのもさ、やっぱり定期的になり、適度に施術の確認とかで、やっぱ入る必要があるんですな、これ。先入もそうだけどね。 うんそうじゃないと、一生懸命やってる、その、施術と施術の間も多分、あの、店長さんも僕もそうですけど、途切れずに、いやいや90分なら90分ずっと、あの、癒しを継続できるように。 しましょうねっていうのは言ってると思うんだけど、うーん、セラピストさんも新人さんとかだったらできてるつもりでいて、これでいいはずなんだけどなって首かしげながら施術してたかもしれないよね。だから、しポンと教えてあげて、いや、施術と施術,手術こういうふうにやってみよう。施術の間こういう、あの、施術と施術の間、あのー、こういう感じで、あのー、やってみようとかっていうのが、教えてあげればさ、一生懸命やるセラピストさんだったら、あのー、 すぐ取り入れるんじゃないかな。うん。だから全然問題ないと思う。それをフィードバックというかね、店長さんにさせていただいて、えー、いいセラピストさんになるんじゃないかななんて思いますけどもね。うん。 ってな感じでございます。なので、えー、セラピストさんもね、もし聞いてたら、まあ、新人セラピストさんでこれからやる方なんかも聞いてたら、あのー、店長さんに施術するとかね、えー、潜入とかって聞くと、ドン引きするかもしれないし、えー、ちょっとじゃあいつも通りや、あの、時間あるからいつも通りやってみてもらえる施術の確認しよっかって言われたら、あのー、えーって感じじゃないですか、おそらく。 うん、いや、いいよ、いいよ、一生懸命やってるから大丈夫よ、店長さん、事務所にいていいよって思うかもしれないけれども、やっぱりそれはね、受けた方がいいし、あ、それこそエロ店長がね、え、エロい目的で、えー、ムラムラするために <laughs>、あの、ちょっとやってくれよっていうのは、それは嫌でしょうよ。それはダメ、それはしちゃいけないことだしね、店長さんもしてはいけないことだし、あの、それはダメだけど、えー、真面目な、 理由で、ちょっとやってみようかって言われたら、心よく、じゃあ、あの、ぜひお願いしますということでね。それがあなたの、やっぱり、あの、仕事、えわ、ー、かりやすく言うと、収入に、収入に関わってくるからさ。うん。やっぱり暇な時間があるよりは、えー、ずっと施術してた方がいいわけでさ。うん。それはね、やって、あの、心よく、 じゃあ、あの、ぜひ、至らないところがあるなら教えてくださいっていう姿勢でやったらいいと思うし、えー、僕も、あの、やっぱり、既存のセラピストさんのね、施、えー、術を受けてみたりしないといけないなという,うことをまた、あの、勉強させていただきました、えー。そういうことで、そういう気持ちでね、お互い、 やっていけば、あのー、必ずいいお店になると思うし、やっぱり免税ゼス多いですからね、能力高いセラピストさんもたくさんいるからね、その中で戦っていかなきゃいけないって大変なことなんだけど、でも、あのー、向上心があって一生懸命さがあれば、えー、それなりに、あのー、十分勝負になりますから、えー、ぜひね、あのー、前向きにやっていただければと思います。 うん、本当に、だから潜入なんかもね、えー、荒探しして文句言うためにやってるんじゃなくて、その方を伸ばすために、その方を、あのー、より一流のセラピストさんになっていただくための、えー、仕事なのでね、えー、のんびきせずにね、あの、素直にアドバイスは聞いていただければありがたいですが、あなたのためだからね。 うん、ということで、ええー、まあ、こんなとこでよろ、よろしいでしょうか。<laughs> ええー、また更新させていただきます。